こんにちは、腹ペコツインズ姉のココと妹のアコです。今日食べるのはこちら、サンシャインマスカットを使ったチーズタルトです。こちらインスタで見つけて参考にさせていただいたんですけど、コストコで買ったチーズタルトにアレンジでシャインマスカットをね、並べてキルフェボンみたいなタルトみたいになるんです。すごい、すごい。並べるのも楽しかった。食べたことないけどさ、これちょっとキルフェボンのタルトっぽいですね。そう、視聴者さんからいただいた誕生日プレゼントのキルフェボンのカード、まだもったいなくて使えてません。やってないの。そう、だからちょっとキルフェボンの真似をして次にキルフェボンを食べたいと思います、うん、では早速いただきまーす。こちらがチーズケーキタルトの上にサンシャインマスカットを乗せた。わー、美しいタルト。こうって考えたらさ、ブドウ一粒一粒そういうでタルト作るのめっちゃ大変なの、うん、すごいよね。いびつに見える。ちょっと私たちそれぞれ一人ずつトッピングしました。ちょっと憧れがあるのでカットせずにこのまま自家でいきたいと思います。シャキシャキなん？うん、みずみずしい。チーズタルトの相性抜群なんやけど、めっちゃ美味しい、断面なんですけど、こんな感じで。アコがマスカットとチーズケーキタルトの間に生クリームを敷いてくれたので、ケーキ屋さんのタルトみたいじゃない？めっちゃ、めっちゃ美味しい。タルトが本当に濃厚で、もうここのパイ生地はサクサクです。そしてマスカットはシャキシャキ。ちょっと待って、めっちゃ美味しいんだけど。美味しいんだけど前髪邪魔。マスカットの ASMR シージャ。ちんちゃんマジっすよ。ナムナムヘンバッケッカヤ。このチーズの滑らかさすごいよね。久しぶりに食べたやろ。15万人記念の時以来な気がする。うん。サルオル。このチーズタルトなんですけども、コストコじゃあもう人気商品で定番商品なんですけど、値段がね、この大きさで1380円なんです。激安。この安さでこのタルトのクオリティってすごいのね。めちゃくちゃレベル高い。結構買ってらっしゃる方もいらっしゃるし、プラスでこちらのサンシャインマスカットさん、半額でして、そう。私、インスタで見た時からもう、絶対これやりたいと思って、普段違う方のシーグレープドみたいな方の 1.8 キロの1000いくらかぐらいのを買ってるんですけど、うん、サンシャインマスカットがね、なんとね、3000超えのやつが半額になってて、もうびっくりした。もう、と思って、みんなめっちゃサンシャインマスカット持ってくやんと思って、高いのにすごいなと思っとって、うん、視聴者さんからも、サンシャインマスカットも高いけど、すごい美味しいから、食べてみてほしいですって言ってくださってて、いつも私安い方を選んだから、でも今回ね、同じぐらいの値段で、売られとったから、いやもうこれは買うしかないと思って、つまみ食いもしたんですけど、まあ美味しい。これを並び終えて余ったサンシャインマスカットを、台所でずっとつまみ食いしてました。めっちゃ美味しかった。本当に箸しようしようしようって感じ。何これめっちゃ美味しいって言って。私昔フルーツタルトとか考えられやんかったタイプなんや。チーズタルトは濃厚であれっていうタイプやったから、なんでみずみずしさなんて入れるのって思ったけど、すごい分かった食べて。フルーツタルトめっちゃ美味しいわ。美味しい。なんでさ、自分も同じの食べてるのにさ、こうやって見てまうんやろ。全く同じの食べたのにさ、やばすぎて。あ、こうやって食べたらまっすぐ食べたことにはなってない。
まっすぐの気なんやけどな。いや、今度がまっすぐや。せっかく歪んどんでかな。そんなことないよ。まっすぐで正しい声で。ありがとうございます。今回、このコストコの、この食材を買いに行った時に、いつも通りこう、レジにね、並んでて。二カート分。そう、二カート分。並んでてまして。その時のレジの店員さんが、もうめちゃくちゃ綺麗に収納されてて、潰れやんやつと潰れるやつ、なんかあるじゃないですか、こう、うん、自分の中でやけど、この、わ、その上にお前乗せんといて、みたいなやつの時に乗せられてしまった時のちょっと絶望感。うん、もう、ネロリね、もう、隙間なく、もうめちゃくちゃ綺麗に。タコが袋に詰めるのすごい上手なんですね。隙間とかに入れたりとか。そう、崩れやんように、ガタガタ。なんか見てしまうの無意識にお仕事し、こうされてる中で、うん、めっちゃ上手。詰めるのうまい。で、ここですとやったら、すごくない詰めるの。すごいすごいみたいな。なんか、莫大な量にもならず、そう、もっと最小限の荷物。まあ言って、4個ぐらいにはなったんですけど、うんガンガンね、うん、でも本当に最小限にコンパクトで綺麗にやってくださって、でなんとその方が視聴者さんで、そう、カブサシ、カブサアコさんですかって言って声をかけてくださって、そうですって言って、いつも見てますって、ありがとうございますって思わずその袋詰めに感動したもんやから、もうまずめちゃくちゃすごい、もうめちゃくちゃ綺麗に収納されますねって言って待って、もう何様やねんって話やん、それがお仕事じゃないですか、うん、もうすっごい最高の感動しましたって感動感動しましたとかで言って待って、もう本当に申し訳ない、でも本当にすごい感動したの。ね、すごい。あんなにね、綺麗に爆弾るんやと思って、捌きながらレジ入れながら、そうすごいよね。でも私たちのコストコ行った時のカート見たら引きますよ皆さん。あの量を一人で捌かれてるの見て、大体なんかすごい爆弾の量の時は、うん、店員さんが二人で、ね、うんうんうん、そう、一人の方がレジして一人の方が袋詰めみたいな、一人でやってらっしゃって、もう感動しました。うん、しかも視聴されても、うん、ありがとうございます。コストコ大好きやね。でも本当に近くにできてほしい。え。このチーズタルトもそこまで甘すぎるわけじゃないので、マスカットの甘みとすっごい合う、うん、本当に。すごく濃密やからかな、このタルト食べれたの、うん、すごいな。このタルトの端の部分が美味しすぎて、メロンパンの皮を焼いちゃいましたみたいな感じで、タルトの外側だけ残しちゃいましたっていうやつを集めてほしいです。欲しい。求む。皆さん、外れました。今回もね、コストコでフードコート見たんですけど、うん、キャラメルソフトクリームが、もうすごい楽しみやった。新商品出とったから、まあなんか、ね。でね、今日行ったら、なんかちょっと色違うと思ったら、ルビーチョコレートっていうね、新商品に、うん、当日変わってて、うん。ってなって、キャラメルが食べたかったから私は。ルビーチョコレートって何やろうと思って、なんか薄ピンクなんです、色が。そう。ベリーとチョコ混ざったみたいな味したよね。チョコの味がするけど、ベリーの味もするみたいな。いな不思議な味やった。キャラメルが食べたかったからか。でもやっぱソフトクリームは、普通が一番美味しい。それでショックだったんですけど、何が一番ショックだったかって、プルコギベイクが消えていたこと。もう、ショックすぎて激そうなんやけど。なんか、ハンバーガーのメニューが、4つくらいだったの、3つになってて、なんか、まあ、普通のハンバーガーと、野菜のさ、バーガーみたいな。カレーみの味したやつ。なんか、プルドポークバーガーみたいなのが出てて、うん、プルコギベイクは絶対買って、食べるか持ち帰るかしちゃったから、もう、ものすごいショックで、そんな、バーガー3つとかよりさ、ちょっと選択肢欲しいやん。いつ帰ってきてくれるのやろ。早く帰ってきて、プルコギベイクさん。最後の一口、ごちそうさまでした。いやー、人生初サンシャインマスカット、めっちゃ美味しかった。キルフェボン風タルトとして疑似体験をできまして、とても幸せでございました。え、もうあんなにサクサクシャキシャキみずみずしい甘いと思ってなかったし、それがチーズタルトと合うのも不思議やった、うん、
チーズタルトってすごい安いからさ、うん、お家でなんかフルーツとか買ってきて、うん、コストコのチーズタルトじゃなくてもいいや、なんかこういうさ、うん、プログラムなんかちっちゃいタルト売ってるよ、うん、その上に自分でフルーツ乗せてフルーツタルト作って楽しむのも全然ありやなと思った、うん、でもできればあのこのサイズでこれ、ね、フルーツを盛り付けてあの、うん、パーティーとかでやったらすごい盛り上がるやろうなって思った、うん、もうインスタを見てるとね、もうコストコとか業務スーパーのヘビーユーザーの方の投稿って本当私大好きやな、見るのが、うん、だから本当に今回ねこう発見できて、自分で実際試せてすっごい嬉しかった、うん、めちゃくちゃ参考になるというか、ん、ありがたい、うん、こんな情報を無料で見れるなんてね、もう私もねこれ真似っこしたんですけど、ぜひ皆さんも気になったらやってみてください、うん、パーティーとかでもすごい楽しいし、うん、お子さんとかでもこうやって一緒にやるのって盛り付ける、ね、盛り付けるだけやから楽しいなって思う、うん、それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやってるのでよかったらフォローお願いします。バイバーイ。これ視聴者さんからいただいたピアスなんですけど、星の雑貨店さんめっちゃ可愛いです、この感じ、この星も揺れる感じ、なんでそういうやつしながら見せてくるの、びっくりした今。何、私ももらったやつだよって、ブドゥー合わせてみたん、今日ブドゥーやから。